はい、こんにちは。日本改革と奥沢です。高橋様、お手紙いただきました。ありがとうございます。勘太郎様、秀夫様、香里様、金井製雇われ店長様、ご支援とお手紙ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがとうございます。 NHK ネット聴取反対デモ開催、6月11日日曜日、あさって13時30分、春の小川コミュニティパーク代々木5-68-1集合、よろしくお願いします。雨は昼前に止むようです。よかったよかった、来てね。遠方でお仕事などで、遠方やお仕事などで参加できない方はこういうでもあるよ。宣伝拡散にご協力いただけると嬉しいです。6月1日から請求開始のはずの NHK 未契約割増金ですが、ツイッター上で検索しても誰一人請求されたって人いないんですね。滞納金の利子と同様に抜かずの刀なんでしょうか。脅しには有効だが、不必要なヘイトを貯めるだけの効果では、いずれにしても契約を促す邪魔表示を消すために、あれ1時間に15分表示されるとか、決まってんですけど、そのルーティーンっていうかスケジュールが、NHK に真の住所氏名を連絡しちゃった方、これ嘘の住所と嘘の名前でもですね、邪魔表示消えるそうであります。 NHK が把握してるのは、その番号を言う、表示されてる番号を言うとですね、それがそのテレビであるっていうことだけで、そのテレビがアメリカにあろうと北極にあろうとそれは分からない、そうであります。連絡しちゃった方がスカパーやケーブルテレビの契約者、こちらはですね、スカパーやケーブルテレビ各社みんなNHK と通通で、瞬時にデータが送られまして、ああケーブルテレビ契約してんだからこの人ん家にはテレビあるよなって分かっちゃう。それ以外の方が割増金を請求されることはありません。ご安心を。この2パターン以外はテレビが設置されてるって NHK が主張できません。この2パターンはNHK がこの人テレビやんのに契約してませんって裁判で訴えることができます。何にしても割増金請求されたいう方、私のところにご連絡ください。ちょっとお話聞きたいんでね。6月8日昨日、参院法務委員会、特殊野党が暴れて入管法採決が大荒れ、怪我人が出たという情報も。続報、山本太郎だって。犯人は山本太郎が法務委員長に執拗に飛びかかろうとした際に、いずれも自民の若林洋平、永井学両議員が打撲&職員1名が怪我、山本わざとじゃなかったとか言ってるらしいんですけど、与野党からですね、ガーシーが除名になった、懲罰委員会にかけろ、動議される予定だそうであります。自民と立憲が出したみたいので、まあほぼ決まりだわな。一般反応、いやわざとだろ、それで済んだら警察いらん、つうか逮捕しろこんなの、見たけどめっちゃわざとだろ、あれでわざとじゃないとかよく言えたな、自分の思い通りにならないと暴力って獣と変わらん、いつも思うけどこいつって誰に需要あんの。レシン信者は大絶賛だぞ。除名処分で議員資格剥奪しろ、怪我させてでも採決を止めようとするって民主主義の破壊、あらゆる手段を講じて廃案に追い込む、怪我を負わす、口も態度も攻撃的だから大嫌い、普段対話しろと言ってるやつが一番話通じないし暴力的と、あらゆる手段で廃案に、暴力振るうと。映像を見ましたが執拗に飛びかかってて怖いですね。採決妨害で暴力ってまるっきり民主主義の破壊なんですけれども、まあ山本太郎は中核派の人間ですから、民主主義って何ですかって感覚ですかね。令和って公安監視対象のテロ組織、中核派の政治部だし、山本太郎もテロリストの血が騒いじゃったんですかね。中核派の支持者はああいうの見てキャッキャと喜ぶ幼児対抗したアッパラパーなんでしょうね、多分ね。わざとじゃないって、そんなんすんだら警察いらねえし、確信犯より無心で人を怪我させる方が邪悪と思いません。私そんな気がする。だって確信犯ならですね、自ら思いとどまる
であるとか、やめることもできるが、無心で加害する方が自分でやめられない分ですね、周囲にとっては危険な存在では、昔あのナチュラルボンキラーズって映画ありまして、行く先々でですね、無邪気に強盗殺人するカップルの話なんですけれども、なんせ自然に行うもんだから自分らでもやめられない弱、自民議員は山本の近くに行っちゃダメですよ、無心に怪我させるかも、させられるから、かなたまったもんじゃないですよね。話もしない方がいいです。どうせあのパヨ語は理解できないし、あっちも我々が使ってる日本語理解、できないんで不毛であります。懲罰委員会にかけられるそうだが、そんな場合なのか。議員は一般人よりも高い規範とですね、順法精神が求められるんだから、傷害罪で逮捕されるべきでは。これイソップだかな、イソップかな、なんだか忘れちゃったんですけど、仲良しになったね、あのヘビとリスが、ある日突然ヘビがリスに噛みついて毒を注入して、なんでヘビさんそんなことするんだ、あんなに仲良かったのってリスに言われて、私はこういう生き物なんだ、自分でもどうすることもできない、言うよ、言ったっていう昔話ですか。これが何を示唆してるのかわかんないですけれども、まあまあ息を吸うように他人を害するやつは、確信犯でやったろって思ってる、やつより危険だ、邪悪だってことをどうしようもね、治療不可能っていうことを指し示してんのかな。まあまあ皆さん山本太郎には近づかない方がいいっす。無心に無邪気に人を怪我させるやつですからね。こんなことして支持者は喜ぶのか、信者大歓喜。高井隆史令和幹事長、映像を見て涙が止まりませんでした。人々のためにこれほど本気になれるこの人についてきてよかったと心から思いました。やっぱり大歓喜してるみたいですね。一般反応です。お前頭大丈夫か。人に怪我させて涙出るってなんで、普通に傷害事件なんだが、これが本物の狂信者か。毎回しっかりと引きずり下ろされてるの草。議会はダイブする場ではない。令和は暴力推奨会。採決結果に全く影響なかったんだが、あれで泣けんの。ダイブってただのバカやんか。高井隆史53歳元立憲議員、2020年4月コロナウイルス緊急事態宣言後、歌舞伎町セクキャバで、セクシーキャバクラってやつですね、セクキャバで遊興していたことを報じられ、即日離党届を提出したが、立憲はこれを受理せず、翌日除名処分とし、事なきを得た。得てないんですけど、現在は落選中、令和に移り幹事長をやってるみたいであります。議員経験があるってことで、そこを買われて幹事長になったんでしょうか。セクカキャバでのえげつない言動を詳細に報道されてしまい、生き恥をかきました。めでたしめでたしと、人々のためにこれほど本気になって、くれるなれるこの人についてきてよかった。人々のためにじゃなくて人民のためにの間違いですね。人民のためにこれほど本気になった、パヨ語の主語は大抵人民ですからね。幹事長がこれだと末端のバカ信者どももお喜びしてるんでしょうね。救えないし救いたくない。救いたくねえ。この中核派と令和には接近はおろか、話もしない方が無難であります。党首も幹事長も信者も暴力肯定ですしね。松原仁衆議院議員、立憲を離党、今日16時から記者会見するんだって。立憲を見限ってですね、維新か民民に移るって約束できたんですかね。立憲が遅いしさですね、議員の立憲離れの事態になりそうなんですけど、雪崩のように後に続くんじゃない。立憲の議員、立憲の釜石ってたら当選できないってね。離党が続くんではないか。社会党以来の国賊の崩壊がついに始まったようで、めでたしめでたし。悪の強い維新はまだしもですね、民民はご注意ください。希望の党を乗っ取ったって前科ありますんで、離党して入ってきた連中にでかい面させないようにね、発言力を与えないね、乗っ取られちゃうからね。民民にもいろいろ問題があるが、立憲よりマシなのは確か。例えば原発容認であるとか、政府オンラインでの口座開設の身分証明はマイナカード限定する、運転免許も不可、ネットで
銀行口座作ろうなんて時はマイナンバーカードじゃないと作れない、運転免許もダメっていう風にするって発表ですね。一般反応、それでええやん、マイナカードで困るのは脱税してる連中だけや、マイナカード作る時の身分証明はどうするんや、これはこの人誤解してるんですけど、オンラインでネットで銀行口座作る時はって話ですから、マイナンバーカードを作るには、まあ、普通に役所に行けばいいんですよ、2万円もらったんだから文句言うな。マイナカード難民、免許で本人確認できないなら取得するやつ減りそう、若者の車離れじゃなくて免許離れも起きそうですね。いっそスマホにマイナー機能をインストールさせてよ。岸田、マイナーカードなしでは携帯も部屋も契約できない、車も買えないようにします。まあそれでもええわな。今んとこですね、オンライン解説はに限定されてるけれども、いずれ全ての口座開設にマイナーカード必須になりそうですね。あとは携帯の契約、増やすときとか、部屋借りるときとか、車買うときとか、脱税しにくくなって縁出ないのこれ。ついでにですね、外国人在留カードも内蔵されるそうなんで、銀行でですね、あこいつ日本人じゃない、すぐ分かるようになっちゃうね。灰乗り背乗りや不法滞在しにくくなって縁でないの。私なんか捕まった時に自主的に国家に DNA を提出しております。ですのでサドルに体液ぶっかけたらすぐに捕まるので、到底それはできない、まあする気もないんですけども、何でもかんでもマイナカード内蔵は悪事を企んでない人にとってはいいこと、利便性が増します。悪いことしたろうって思ってる共産党界隈が猛反対している、悪いことしてる界隈にも支援受けてますからね。あと学生運動の時の犯罪者まだかぐまってんじゃねえかな、50年前の、マイナカード普及に反対するのは犯罪者とその仲間、今からレッテル貼っておこう、レッテルっつうか事実ですしね。私の持論は日本は超個体である、こちらの本ですね。日本は全員親戚の部族国家である、全員親戚なもんだから、店員のためにちょっと食った後片付けてやるとか、来た時よりも美しく、次に使う人のことを考えましょうとかね、そんなの日本だけだっちゅうから。外国は、まあ、野球場でもサッカー場でもゴミだらけ、客が去った後はゴミだらけ、そんなことを考える、来た時よりも美しくなんていう民族は日本だけっていう話ですからね。これを補強する調査結果が発表されました。多民族の侵略を受けておらず、人種的多様性が少ない国家ランキング発表、1位ジャパン、2位ノースコリア、ここは侵略する価値もなかったのかなっていう、3位バングラディッシュ、4位チュニジア、5位エジプト、6位ヨルダン、アルメニア、コモロ、ポーランド、サウスコリアと、海外の反応です。また日本が勝ってしまったか、今の日本がいいよ、また行きたい、日本に移住するわ、日本に多様化してほしくない、鎖国してたしな、多様性って異民族の乗っ取りのことだし、多様性がないから発展できないっていうのは日本が完全に否定してるね、というですね。人種的純粋さ1位、我々全員親戚ですからね、まあそうでしょう、我々は超個体という信念がですね、数字にも示されて、ますます信念が強固になりました。私は、より一層ですね、超個体教の普及に励まないと、侵略されないっていうより侵略できなかったみたいなんですよね。実は最大の危機だったのが現行だったが、攻めてきた方もドン引きすらぐるがいい鎌倉武士が凶暴でバサカで、まあ、撃退できました。江戸時代初期ですね、スペインが下心でですね、伊達政宗に接近したんですけれども、火縄銃が30万丁以上存在、当時、大砲もあると知り、武力侵略を断念いたしました。30万っていう数はですね、当時ヨーロッパ全部の火縄銃を集めてもそんなになかった。そうであります。次の危機は大東亜戦争の敗北なんですけれども、占領地の政治統治をうまくやって実績にしたい、大統領を狙ってたマッカーサーの野心のおかげで、大航海時代のアフリカ諸国のような
ひどい扱いは少なく、なんかあのゴムの樹液の採取するあの1日のノルマに達しないと手首切られたみたいな、そんな話もありますよね。ベルギーとどこだっけな、どこの話だっけかな、まあ、戦後すぐの混乱期、アメリカ兵による日本人女性への暴行は多少あったみたいなんですけれども、まあまあのアフリカ諸国みたいにはひどい目に遭わされていないとですね、まあよかったな、完全にあの植民地とかにならなくてね、アメリカのね、ハワイはなっちゃいましたからね。まああのハワイはハワイで、幸せそうですけれども今はね、というわけであさって NHK ネット聴取反対デモ晴れるみたいですから、午前中で雨止むみたいですから、ぜひ皆様ご参加ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。